ると更さ 0.4 のブルーブラック、ここが若干擦れました。次、無印良品 0.5 黒、あ、だいぶ擦れた。裏抜けはこんな感じ。片付きを気にしておられる方がいらっしゃったけども、そんなには気にならないですね。ただロメオが中にスプリングが入っているので、時々これがうまく噛み合っていないとガタつくというか、うまく入ってない感じがある。カタカタ鳴るような時は多分うまく入ってないのと、うまく入ってない時はそもそもここまできっちり押し込めないように思います。音がこんな感じ。中でカタカタするようなことは、でちょっとこの辺が擦れてはいるけども、まあコスパを考えると非常にいいインクかなと思ってます。ロメオ、これ大好き。